前原匠山夫妻の墓、仏日山聖工事、前原匠山明治25年9月18日は、江戸時代末期から明治期に活躍した日本の技術者、馬山和合で、名木市、元の名を吉蔵という、純国産の蒸気船の製造で知られる。宇和島藩内で、細工物などをしながら、ここをしのいでいた吉蔵は、かねてから懇意にしている本町の豪商。 聖家一郎左衛門の屋敷で、藩の家老小売左衛門のより、下輪船のほどではなくても、櫓をこぐ、現在の船より、人力を減らして、早く進める船の工夫はないものかと相談を受け、吉蔵が器用であるので、彼ならば、あるいは、と推挙しておいたという話を聞く。もとよりそのような大それたものはできないので他の方に、お願いしてくれと、その日は自去した。なかなかさようなるしな。 我々工夫にて、は、無角束、外の方へ五銀味非正と去る帰り、打火工所、その半月後ほどに、漁に使う、あびきの六郎を思い出し、これを工夫して船を進退できないかと考え、以来一室にこもり不眠不休で二日試案し、さらに五日かかり横一尺、長さ二尺五寸、深さ七、八寸の箱車に四輪をつけ、新房を一回転すると車輪が三回転する。 カラクリを作り上げ、聖家一郎左衛門に見せた。その出来栄えに驚いた一郎左衛門は、その箱車を町年寄りから町奉行を通じ、過労ー氷に差し出され、桑織はそれを、カ林船の製造を希望する藩主、伊達宗成に披露した。直後に吉蔵は、藩の造船所でそのカラクリを船に応用する工事に、かかる。陸では、容易に進んだ箱車の仕掛けも、海では、 海水の抵抗で思うように推進しなかったが、藩主自ら操作し大変喜び、老職たちも大いに感心したという、殿様ご覧に入れ、両者を手にて、ご死非成功どころ、ご面から出しごくよろしじき、おぼしめしにいる、公様すにて、ご役人様方もご関心非成功ゆえ、その後、私分に取り立てられる、役所から袴に大将を指し、内町の自宅に帰ったところ、近隣の住民は、 気が狂ったのかと思ったという。袴大将にてり、長四丁目へ、気候ところ、帝党内山彦兵衛、金家の人とも、吉外交と語り、合行様子にて、家内中大いに官日した、その夜家内中の貧相王の思考長、出世の越をいたし、ガジ派中半なと、遅く帰り候ろうと、据えて、食もくれぶさる、三十四度も腐食に過ごしこう自由の、 安政3年から本格的に製造に着手したが、度重なる、試策、試運転を重ねてもなかなか満足する蒸気船の完成には至らなかった。鋳物の湯釜では、高圧になると、巣から蒸気が噴出し、銅を使用することを進言しても、古来からの鋳物職人は納得せず、騎士に避難が集中した。五千種型ではなく、お潰し方と言われたのもこの頃である。 もし完成したのなら、自分の耳や鼻を切っても良いと悪態をつく者まで出た。蒸気の車を回すということ、愚人の気一なかなかできしんただし夢にもなきこと、若また一万一、歴者周り後派、鼻をそぎ耳を切るべしともさる。あまりに、組中にも右様のぶと沢山にて諸職人にも、心付けさるも者多く、大阪から同伴を取り寄せ、苦労の末蒸気機関の試運転には成功したが、 船としては思ったほど進まず失敗。安政四年に研究。修行のため薩摩に出発。薩摩藩の蒸気船に同乗したり、島津成明の側近、日後七左衛門に学ぶ。翌年長崎を経由して帰国。長崎で楠本稲に会う。銅座を稲様方に、国本、二宮警察品総老官、ここへ二人参りこうどころ。念が周期なりと娘を高と申す人々ごとを騙し。 おいねさまはしゃみ戦にて、大騒ぎのところへ。帰国後、蒸気船の試運転に成功。藩主、伊達群れ乗りを乗船させ、串間沖を航行。その後、吉田、豊島、八幡浜、三浦などにも航行にも成功。この功績により、騎士は、不大となる。たびたび旅金いたし、新足封いたし走ろことに多人数を使い火、心配いたし、ご常時に、愛せえ ご満足ひおぼしめし、右により、この度、ご普段ひあをぶつけ、明治ごめん、雪淵三人、分九表ひしたおけも黒くひした、夢のごとくありがた、五十猿上、前原和之話し氏の、表紙裏には次の和歌が読まれている。明治六紀有の第一月発明一日、我が六十二歳巡る歴の終わり、実る新玉の春を迎えて各つつりはべりぬ。 右大阪北浜一丁目矢野大族五宅にてえ、吉野家玄造貴一、室山根木浦三吉民兵衛門のの姉娘。前原匠山松太郎。室室、一水口屋おこう美昌矢次郎、浦国太郎の孫娘。二油屋彦兵衛の娘、奥間。三矢畑浜松葉屋、八蔵の娘。四大浦役人の娘男子。五美昌矢次郎、浦国太郎の娘。 六慶王三年、中山の世話で結婚、李縁、勝一郎、七歳基重の女、おしましげ郎、栄次郎、ありがとうございます。